皆様お疲れ様です。パーソナリティのももです。紙を折るという手法で様々な形を作り出す日本の伝統文化の一つである折り紙。その始まりは供物や贈り物を包む際に美しく折って飾るための儀礼折りとされています。江戸時代になり紙の生産量が増えると折り方そのものを楽しむアートとして折り紙は広く庶民の間に浸透。明治時代に入ると幼児教育にも取り入れられるようになり、現在では世界各地に折り紙の愛好者がいます。さて今回ご紹介するのは海外で折り紙を折ったというある日本人女性のエピソード。彼女が何気なく折った折り紙に対して外国人は意外な反応をしたそうです。また後半では宇宙開発をはじめとした様々な分野に折り紙の技術が使われていることをご紹介いたします。ドイツの展覧会で折り紙を折った結果、私の名前はルミコ。趣味は海外旅行でアメリカやヨーロッパ、アジアなど今までに何カ国も旅してきたわ。今日話すのは7年前に祖母の仕事の手伝いでドイツへ行った時のこと。ドイツで日本文化を紹介するイベントを開くから着物を着て手伝ってほしいと言われたのよね。まあ手伝いといってもお茶や和菓子を用意する程度。他にもスタッフさんはたくさんいたから私は時間を持て余すことになった。それで暇を潰すために久々に折り紙を折ってみたの。紙さえあればどこでもできるのが折り紙の魅力。大人になってからはあまりやらなくなったけれど、小学生の頃は友達と一緒によく折り紙で遊んでいたわ。その時作ったのは鶴や手裏剣、船など簡単なものばかり。日本人だったらそれを見ても何とも思わないでしょうね。でもね、海外で折り紙を折ると全く違う反応が返ってくるの。出来上がった作品を見た一人のドイツ人女性は、それいただいてもいいかしらと言ってきた。だからどうぞご自由にと好きなものを自由に選んでもらったわ。そしたら、私も欲しい、僕はこれがいいって作品を欲しがる人が続出。受付のテーブルに作品を並べておいたら来場者たちが喜んで持っていった。あんな経験は初めて。すごく喜んでもらえて私も嬉しかったな。折り紙に興味を持ったのは女性や子供が多かったけれど、男性も結構いた。赤い鶴を2羽折ってほしいと頼んできた若者もいたわ。私はドイツ語も少し話せるので彼と軽く会話をしたのだけれど、彼女にプレゼントするためにペアの赤い鶴が欲しいんだ。ベッドルームに2羽並べたら素敵だろと言っていた。2羽の赤い折り鶴を作ってあげると何度もお礼を言った男性。とても嬉しそうな顔をして折り鶴を大事そうに持って帰っていった。次にやってきたのは高齢の女性。折ったばかりの犬やウサギ、象などの動物シリーズに見入っていた。これもらってもいい？とウサギの折り紙を刺したので、それを渡してあげたわ。そしたら、もし可能であれば小物入れも作ってもらえないかしら。作っているところを見てみたいわ、と言われたの。だからその場で小物入れも作ってあげた。まあ素晴らしい。そう言うと彼女は別の場所に飾ってあった折り紙の小物入れに硬貨を入れた。いえいえ、お金は結構ですから、と慌てて断った私。だけど彼女は、いいのいいの、と言ってそのまま帰ってしまったわ。その後も小物入れにお金を入れる人が何人もいてね。イベントが終わる頃にはかなりたくさんの硬貨が小物入れに入っていた。別の日にはチューリップを作ってほしいとのリクエストも。赤やピンク、緑の折り紙で作ってあげたら、すごくかわいいわって感動された。それからこんなこともあったわ。
小さな女の子を連れた女性に折り鶴をあげたんだけれど、しばらくすると彼女たちは私のところに戻ってきたの。女の子の方を見るとなぜか涙目。何かあったんですか？と聞いてみると、さっきもらった鶴が壊れちゃったの、とのことだった。彼女の話によると、女の子は折り鶴がどのように折られているのかを知りたくて解体してしまったんだそう。そして折り目を見ながら鶴の形に戻そうと頑張ったのだけれど、うまくいかなくて泣いてしまったんですって。大丈夫よ、泣かないで。私はその折り紙を受け取り、もう一度鶴を折ってあげた。さらに新しい折り紙を使って、その女の子に鶴の折り方をゆっくりと教えてあげたわ。泣き顔から笑顔になった女の子、目を輝かせながら私の手元をじっと見つめていた。折り紙を折るだけで外国人とコミュニケーションを取ることができるなんて、こんな素敵なことはないと思ったわ。折り紙に関する外国人とのエピソードは他にもある。これはアメリカ旅行中に仲良くなった現地在住の日本人女性の話でね。彼女の旦那さんは小学校の先生をしていて、先生が授業内容を自由に決められる時間に何をしようかと悩んでいたの。私は折り紙を教えてみたらどうかしら、と提案。アメリカ人の旦那さんは折り紙をしたことがないそうだから、私と彼女で折り方を説明。授業では飛行機を折ることにした。小学生でも簡単に折れるだろうし、飛ばして遊べば盛り上がりそうだからね。実際みんなで飛行機を折って飛ばしたら、子供たちは大喜びだったそう。紙を折っただけなのに遠くまで飛ぶからびっくりしていたらしいわ。それから折り紙アーティストとして日本人が活躍している国もある。その国に住む彼は折り紙をメッセージカードとして活用しているそうよ。例えば子供の誕生日やクリスマスにプレゼントを渡すとき、平面的な折り紙作品をカードの代わりにしてメッセージを書くと、すごく喜んでもらえるみたいね。それにね、折り紙は折り方を考えながら作るから脳にも良いらしいの。そのためアメリカでは最近、教育アイテムとして折り紙を取り入れる学校が増えているそうよ。複雑な形を折れば、出来上がりの形を想像する力や集中力が養える。それが空間把握能力や数学力のアップにつながるんですって。折り紙と数学を結びつけて考えたことはなかったけれど、なんとなく納得できるわよね。あと材料費が安く、広い場所を必要としないのも折り紙のメリットだと思うわ。祖母の手伝いをしたドイツでのイベントから7年。先日私は再び祖母を手伝うためドイツへ行ってきた。そしてイベントの会期中に、あるお宅のホームパーティーに招かれ、驚くようなことが起こったの。覚えているかしら。そう言いながら、その家の奥様はガラスの花瓶に飾られた折り紙のチューリップを持ってきた。あ、思わず声を上げた私。だってそれは7年前に私が作ったチューリップだったんだもの。こんなに大切にしてくれてありがとうございます。感動した私は涙を浮かべながらお礼を言った。イベントでリクエストされた時にちゃんと作ることができて本当に良かったわ。折り紙があれば世界中の人々とつながれる。これってすごく魅力的なことだと思わない？今では私は海外旅行の際には折り紙を必ず持参しているの。だって折り紙をきっかけに友人が増えるかもしれないから。ルミコさんのエピソードは以上になります。実は海外では子供から大人まで幅広い世代に親しまれている折り紙。その証拠にイギリス、イタリア、スペイン、中国、韓国、ブラジルなど世界各国に折り紙の愛好団体があります。そのような愛好団体の中でも特に有名なのが、アメリカのニューヨークにある折り紙 USA。
この団体はアメリカ自然史博物館にて折り紙に関する多数の書籍を所有し、世界最大級の折り紙ライブラリーを管理しているそうです。また折り紙で遊ぶ喜びを分かち合い、豊かな心を育むことを目的として折り紙のワークショップや年次大会なども定期的に開催。折り紙 USA は折り紙の素晴らしさを世界中に広めようとしています。宇宙開発に応用される折り紙。日本で伝統的なアートや子どもの遊びとして普及してきた折り紙は、近年さまざまな分野に応用されています。その代表例とも言えるのが三浦織。東京大学名誉教授であり、日本折り紙学会会長も務める三浦光陵博士が1970年に考案した折り方です。三浦織の特徴は、大きな紙であってもその対角線部分を押したり引いたりするだけで即座に展開収納できること。携帯用の地図や観光ガイド、電車の路線図などにこの特徴が生かされています。もともと宇宙空間において展開可能な構造の研究の中から考案された三浦織。1995年に打ち上げられた宇宙実験観測用の衛星スペースフライヤーユニット SFU には、平面の収納展開方法として三浦織が搭載されました。三浦織であれば、太陽光パネルをコンパクトに収納できるだけではなく、それを容易に展開させることも可能。衛星の限られたスペースを有効活用することができるのです。そして近年、こうした折り紙の技術をさらに宇宙開発に生かそうとしている日本の研究者たち。その一つが、エンジンや燃料を使わずに太陽光を受けて進む宇宙ヨットです。地球上のヨットが広げた方に風を受けて進むのに対して、宇宙ヨットはソーラーセイルという大きな正方形状の薄い膜で太陽光圧を受けて推進。エンジンも燃料もいらない夢の宇宙船として、惑星間の航行などへの活用が期待されています。2010年宇宙航空研究開発機構 JAXA は、その実現に向けて世界初のソーラー電力セイル実証機であるイカロスを打ち上げ、セイルの収納と展開には折り紙の技術が活かされました。イカロスのセイルは、一辺の長さが約14メートルの正方形、膜の厚さは 7.5 ミクロンとかなり薄く、人間の髪の毛の13分の1ほどしかありません。またイカロスはセイルの太陽光圧を使って推進しますが、セイルの一部に貼られた薄い膜の太陽電池による発電も行います。打ち上げ時、ソーラーセイルは折りたたんだ状態で円柱形の衛星本体に巻きつけて収納。そして宇宙空間に着いたら、衛星本体を回転させ遠心力でセイルを広げます。これは JAXA が自ら開発した技術。なお、セールが広がった状態を維持するために、その後も本体は回転し続けます。イカロスのセールを開発する中で最も困難を極めたのは、最初のセールの展開だったそう。プロジェクトのメンバーたちは自分の手で何度も紙を折り、さまざまな折りたたみ方を検討しました。それは、幼少期から折り紙に触れる環境がある日本人ならではの自然な着想だったと言えるでしょう。頭の中だけでイメージするのではなく、まず手を動かし、折り紙を使いながら考えたメンバーたち。その後、実物に近いサイズで検証を繰り返し、最適な折り方が決まりました。本番でセイルを折りたたむ際にも、事前にイメージを共有していたおかげで、正確かつ丁寧に作業できたとのこと。折り紙に基づく経験やノウハウの積み重ねが、イカロスを成功に導いたんですね。セイルを小さく折りたたみ、宇宙で大きく広げるこの技術は、宇宙開発を劇的に変化させる可能性があります。実際にアメリカ航空宇宙局 NASA も折り紙技術の応用に注目しているんですよ。そう語るのは、 JAXA の宇宙科学研究所助教であり、イカロスのプロジェクトリーダーを務めた森治さん。イカロスで培ったこの技術は、今後
小型衛星の薄膜対応電池パネルなどにおいて順次実用化を予定。その他、現在開発が検討されている約40メートル四方の巨大な薄膜セイルを持つソーラー電力セイル探査機オケアノスでも使用される予定となっています。日本の伝統的な折り紙の技術が今後の壮大な宇宙開発に貢献するのが楽しみですね。折り紙の技術を使ったエンジニアリングが話題に。海外のネット上で折り紙の技術が様々な分野に活用されていることを解説した動画が話題になっていました。動画の再生回数は1200万回以上を記録。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。折り紙は芸術ではなく科学だ。建築とエンジニアリングが好きな折り紙人としてこれは非常に興味深い。折り紙、アルゴリズム、手順や計算方法は素晴らしい。あれを思いついた人は偉大な数学者なんだろうね。科学が伝統的なローテクの方法を振り返るのはとても良いことだと思う。何世紀も前からよりシンプルな解決策が目の前にあるのに、私たちはつい新しくて複雑な技術にとらわれすぎてしまうんだ。本当に感動した。創意工夫、創造性、努力に畏敬の念を覚えるよ。まとめ。実は世界から注目されていた日本の折り紙。SNS や YouTube などには外国人による折り紙の作品が数多く投稿されており、中には折り紙でこんなものまで作れるの?と驚くような複雑な作品もあります。折り紙はただ遊ぶだけで脳が鍛えられたり、他人とコミュニケーションを図れたりと良いことばかり。身近に小さなお子さんや外国人がいる方はぜひ折り紙で一緒に遊んでみてはいかがでしょうか。きっと会話が弾み、楽しいひとときを過ごせると思いますよ。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。